似ていると言われて一番嬉しかった有名人、一番嫌だった有名人をそれぞれ教えてください。似ていると言われて、なんか自分ではそんなにおこがましくて思わないんですけど、一回おじいさんに佐々木希に似てるって言われたのが一番嬉しかったです。で、嫌だった有名人は失礼な気がするんですけど、水泳選手の岩崎恭子さん、結構似てるって言われるんですけど、年配の方にすごいよく言われるんですけど、私的には多分その時代だったらすごい可愛いって言われてたんだと思うんですけど、この令和の時代にはちょっとあんまり魅力がわからなくて、あんまり嬉しくないなって思います。舌の長い女子はエッチだと聞きました。アスカさんは長いですか？じっくり見せてください。どうですか？長いですかね。長いのかな、あんまりわかんない。でも猫舌です。熱いものは苦手です。エッチじゃないと思いますけどね。アスカさんは S ですか M ですか、またどういった時にそれを実感しますか。私は M だと思います。で、それを実感する場面なんですけど、初めてのその彼氏がなんか首を絞めるのが好きな人で、でそこから意外と首絞めにハマっちゃって、性行為をしてる時に首を絞めてほしいなって思う時がたまにあるので、そういう時に、あ、私って M だなって実感します。はい、というわけで女子部屋でした。アスカとお友達になってくれる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしています。